これは私のどしがたい人生のその些細で拙い書き留めにございます。私は職調処理場で働く男です。ここでは毎日何千羽という鶏が屠殺され、熱湯の中へと落下し、その軽やかで安楽な羽毛は他愛もなく奪われていく場所でございます。自分たちの運命を理解しているのか、今日も処理場に彼らが詰められたコンテナが入ると、その鳴き声がより一層ギャーギャーと騒がしくなるのでした。私はその屠殺、つまり首を切り落とす処理を仕事としておりました。勤めて数年になりますが、今となってはその屠殺がうまくいかないことなどないほどの、いや、自分で言うのもなんですが、腕前となっておりました。さて、皆様はご存知でしょうか。鶏は首を切り落とされた後でも数歩パタパタと、まるで何事もなかったかのように歩き出し、そして思い出したかのように絶命するのでございます。その様子がどうしようもなく面白く滑稽でありまして、告白するのは恥ずかしいことではありますが、私はその数歩奴らが死にゆく最後の数を当てることが趣味でした。毎日何千羽と殺しておりますと、ああこいつは二歩だな、いや五歩と見たと感じるのです。そしてその数がピタリと当たるのでした。というのも、奴らの目を見ればそれは実に分かりやすいものでした。ある日のことでございます。いつもの通り鶏の首を切り落とし、その歩みを当てては心の中でニヤニヤと笑っておりました。外れたのは久しぶりでした。そいつはいつまで立っても倒れずに立っているのです。しかも私のこの手で筆記にされた中途半端な出来損ないの体をいつの間にかじっとこちらに向けて、少し向こうに立っているのです。白く気味の悪いやつからはゴボゴボと気管に血が入る音が聞こえました。その断面からは血が溢れ、白い体を赤く染めておりました。奴の胸が、足が、鍵爪の先が、
責めるような視線を送っておりました。何かがおかしい。もう一度こいつの目を見ておこう。他人を傷つけるのは好きか？鶏がこちらをじっと見つめておりました。そのだらしないトサカのキメの部分は無数の目があるようでした。なんとも気味の悪いことではございますが、そいつは首だけで生きているのです。いや、その目が、その濁り汚れた球体だけがそのキメと共に生きているのでございます。俺はお前だ。嫌な汗がじっとりと吹き出てきました。近頃は自分のことがよく分かりません。まともではない考えが脳裏をよぎり、不安と嫌悪に苛まれているのです。罪悪感を覚えない人間でありました。私が母の殺人に加担するようになったのは、高校を卒業し働くようになってからでした。ああ、そういえば女をベッドに転がしたままだったことを思い出しました。母のために血が死体に残らないように美しく首を切り落としたつもりでしたが、女の血は溢れてしまい、私のシャツを赤く染めました。それがなかなか落ちないのです。横にいた母はゲラゲラ笑っていましたっけ。女の首を切り落とすまではギャーギャーわめいてうるさくてかないませんでしたが、頭がなくなるとそのだらしない体がビクンビクンと震えて静かになりました。女の皮を剥いで人皮の太鼓を作りました。でもそれで遊んだのは 1,2 時間ほどで、私はすぐに飽きてしまったのでした。残りは母にあげる予定でしたが、私は美味しいとは思いませんが、母はそれが大好物でありました。そいつに耳を貸してはいけない、そう本能が叫んでいました。でもこれは一体何度目だったのでしょうか。俺はお前だ。なら俺の死に意味はあるのか。どうなんだ。俺はそれが恐ろしいんだ。やつはニタニタと吐き気のするような笑みを浮かべて言いました。
お前だ。もう一度問うか。他人を傷つけるのは好きか。私はこいつを叩き潰しました。脳髄や肉片がぐちゃぐちゃになって地面にボタボタと落ちていきました。奴の体はなおもこちらを向いておりました。月の鶏を早くしなくては。無心に腕を伸ばし、ナタを振り落とした。その時でした。バキリという音が聞こえてきました。見ると、先ほど叩き潰した鶏と同じ目をしたあいつが私の親指を噛みちぎっておりました。これで3本目でした。これが罰であるのか。なんと軽いものだろう。ドアの向こうの闇は恐怖であるとは理解できないものにございます。人間を何人殺しても私は死刑にすらなっていないのです。何人の命を奪っても、何千の鶏を殺しても、私の指一本分の価値しかないのですよ。明日へ演劇の力という、まあ、あの企画の中で新人劇作家育成企画というのを、やってまして、その、劇作家として諸戸佑星が選ばれて、まあ、今回ずっと稽古をして、まあ、今日初めて「勝ち」という作品を上演したわけです。じゃあ諸戸の方からちょっと役者を紹介してください。はい、今回カチという、舞台で、役者をやっていただきました、千葉公平くんです。お疲れ様です。まあ、私は仙台でずっと演劇活動をしてるんですけども、まあ、本当に才能のあるいろんな人と出会ってきた中で、まあ、一番の本当に天才だと思ってるのはIQ150 の丹野久美子はもう本当に天才だと思ってます。でその次に出会った天才っていうのは、YS 賞を取ったあの詩人でもある藤川満、その次に、まあ、諸戸佑星が本当に才能のある天才だなと思った劇作家です。でそういう意味で、まあ、今回新人劇作家育成企画ということで、まあ、このクォータースタジオを使って、まあ、役者を選んで、ずっと稽古してきたわけですけども、こういうお芝居を書いてみたいと思ったきっかけは何でしょうかね。はい、もともとそうですね、小説とかを書くのが好きだったんですけど、うん、その、まあ、アクターズに所属している牧くるみさんに、銀座の公演に連れてっていただいて、その時に舞台って素晴らしいなっていうのを感じて、自分も書きたいと思って、そこから書き始めるようになりました。まあ、じゃあもともとはずっと小説を書いてた中から、
まあ、本当に劇曲っていうか舞台で上演する作品を書いていきたいなと思ったっていうのが、まあ、そういう書き始めたきっかけ。そうですね。はい。うん。どうですか千葉さん、あの今回その諸戸の作品を上演してみて。そうですね、その前回本当に初めてこのアクターズに入ってやった作品が今回の作品とは真逆の、うん、結構コメディチックな作品だったんですけど、まあ、もう今回ガラッと変わって、うん、で実際にまあやってみてその表現の幅じゃないですけど、まあ、自分の中でも成長できたのかなと自分の中では思ってますね、うん、はい。まあね、コロナでこういう状況で実際お客様の前でやるという状況がね、もうちょっとあの待たなくちゃいけないかなっていう中で、あの動画撮影ということで、まあ、でこれを、まあ、逆にね、ここに来ていただけないお客様、まあ、全国的にまた海外にも向けていろいろ発信していきたいなという、そういう企画で今やってるわけなんだけども、まあ、なんていうのかな、この脚本とかあの作品だけを見ると、こんな綺麗な女性が、劇作してるのかなっていうような、あのそういうイメージをね、持つんじゃないかなと思うんですけども、すごくこう、まあ、男性的で、そのなんていうか、まあ、江戸川乱歩が好きですごく影響を受けたって話もちょっと聞いたんだけども、はい、そこら辺なんかやっぱりすごく作品的に骨太で、そのなんていうか、かなりね男性的なあのイメージっていうのは、あの言わなければ諸戸佑聖って男性の劇作家なのかなって思われるような、まあ感じじゃないかなと思うんですけども、そういうところはなんかちょっと意識してるというか、そういう自分の作風みたいなものに関しては。そうですね、作風としては、乱歩をもちろんすごく好きで、その時代的な部分も好きだし、そのやっぱ銀さんがおっしゃるように男性的っていうのはありますね。主人公は男性の人のやつしか書いたことがないのと、うん、あとは登場する人物に名前をつけないっていうのは個人的なあのに決めてる部分ではあって、うん、なんか誰にでも起こり得ることじゃないですけど、うんうんうん、そういう部分で書いてるのはちょっとありますね、うん、はい、まあなんていうか、そのまあ脚本を読んだ時、あと稽古とか、まあ、ずっとこう一緒にやりながら見てたんだけども、やはりかなりあの残酷なところっていうか、その血の匂いとか死の匂いとか、そういうところをかなりすごく強く感じて、まあ今新作もねいろいろ準備して書いてるのも見せてもらったら、まあ、かなりこう残酷な、なんだ、無題という作品を今書いてる中でもあったんだけども、はい、やはりまあいろいろその劇作家で作品を発表していく上で、ここがこう気持ち悪いとか残酷だっていうところを逆に自分の個性と思って伸ばしていった方がいいんじゃないかなと、はい、思いますね。うん、まあ短い時間しかないので、まあ、あんまり深くは話せない状況だと思うんですけども、で、まあ、今後はどういうふうに活動していきたいと思ってるんでしょうかね。はい、うん、今後はその今回ここで学んだことなどを生かして自分で劇団をプロデュースして自分の作品を公演したいなっていうのを思っています、うん、じゃあ今回の価値も含めて、もちろんです、また千葉君に、まあ、お願いします、うん、すいません、まあ女優としてもね、あ、そうですね、うん、自分も勉強のために立ちたいです舞台に、うん、はい、挑戦したということで、まあ、来春、2021年の春ぐらいには自分のプロデュースでやるということで、はい、ぜひ皆さんご期待ください。よろしくお願いします。本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。